やあ、おはよう、シボンヌたち。第一章白日が終わったところだね。第二章の開始から始めていくよ。今日もよろしくね、ロージ。二章、異邦人。これをやっていこう。二章、異邦人。港の倉庫だね。頭。ああ、いい、いい。癖ってのは抜けねえもんだな。そうだね、優等生だね、射程としての。そういえば龍が如くエイトでも電子タバコを吸っている人を見かけないね。舞台は2023年のはずだけれど。なんでここに。そうだよ。しかもその罪は青龍会の会長殺しだ。刑務所に入ったはずだ。これはセブンの出来事だね。エビナにしてみりゃ親の仇ですよね。なのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですか。ちょっと違和感があるね。バカのお前でもそのくらいは気づくか。イチ、いや、カスが一番は結構頭がよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです。4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよ。なんと。え、重大な新事実だね。聞かせてもらおうか、その司祭を。会長室だね。なんだ。会長はもうこの時には自決ってことはないよな。ずいぶんと遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。バカ。バカ。これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城。お前じいさんが狙われてるってわざと情報漏らしたな。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる。そいつを期待してたんだろう。あいにくだったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。青龍会の会長を仕留めたとなりゃ、ムーション中で幅利かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。どこまでもバカだな。それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。荒川正人、どこまで行ってもバカだよ。
どんな気持ちなんだろうね。星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。まあそうだろうね。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そこには深い事情があるから。何か奇跡を期待してたとしても、それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。そうだね。君なら救ってあげられただろうに。甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。親としては優等生的な態度ではないね。沢篠の頭は星野会長を殺してなかった。無実なのにその罪をかぶったってことだ。でも確か裁判で無期懲役を食らっていたはずだ。それがなんで今ここに立っていられる。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。セリフ送りが早いんだよ。待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。海老名は新参だって言っていなかったかい。ああ切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか。俺は東上界から近江に寝返って抗争はおり暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。なるほどね。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。沢城の頭はずっと役回りっすね。罪滅ぼししかしてないね。今俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけで最初の現在が大きすぎたからね。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが、一お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。急ぎか。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますか。賢いね一番。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。でも食いぶちは稼がないと。相変わらずローディングが可愛いね。いくらでも見ていられるよ。ぴょこぴょこしているローディングが。お？パスポートだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに、言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。パスポートを正規のルートで取ったのかい？結構お金がかかる。パスポートがそこら中たらい回しにされる。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。平安楼、ね、お前一人で危なくねえのかな。
あの沢城を信用できんのかよ。今の沢城なら大丈夫だよ。あの人が俺をどうこうしようってんなら、もうとっくにやられてる。バナナ食べなよ、一番。確かにな。とにかく行ってくる。作り物のバナナなのかな。仕事はねえし、時間も有り余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに、無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。なんか食べさせてもらいなよ、平安楼で。君たちも沢城の頭は平安楼だ。俺への頼みってのが何か聞きに行こう。距離もあるし、タクシーに乗っていくか。これはタクシーに乗らないといけないんだね。タクシー代を浮かせようという気はないのかい。タクシーに乗っていかなければいけないのかい。歩いて行ってみようか。ああでもそうか、敵のレベルが上がるんだよな、確か。ガンガン行けるぜ。ジロジロ見てんじゃねえよ。エリアが変わるから。頑張りますか。こんなもんはね、もうオートで行けるんだ。ほらね、ナンバー一人で十分さ。タクシーか、仕方ない、タクシーで行こう。優等生だからね、言うことは聞く。どちらまで行かれますか。平安路。こっちの方が近いか。それでは出発いたします。かっこいいね、一番ちゃん。様になるよね。渋いよね。どこだい？こちらかい？こっちかな？喋りかけられるね。お兄さん、甘栗の試食どうぞ。おいしい？一袋は300円だよ。甘栗買っていって。買おう。嬉しい。また来てね。商売上手だね。やっぱり客商売っていうのは愛想だよね。何見てんだよ。後悔するな。勝ち行こうぜ。よし、やるぜ。愛想よく接してくれた方がお客さん側としても気分がいいっすね。頑張りますか。意外と数がいたね。3人かと思ったけど、どこに隠れていたんだよ。おや、植木がかわいそうだよ、それは。この植木は僕が責任を持ってまた元気にするからね。たまに僕ができたよね。私なんだけれど、なんか引っ張られちゃうんだよね、キャラクターに。いっぱいやりたい気分だぜ。別に私は僕っ子ってわけではないんだけれどね。気分的に僕って言いたくなっちゃうじゃないか。平安路、豪華な建物だよね。格式高い。
入れないよ、こんなの。そうだな、横浜に聖地巡礼に行きたいな。お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。大事な話をするときは二人きりだと思ってましたけど、海老名が俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。それはそうだろうね。言われた通りパスポート取ってきましたよ。偉いね一番、よくできた。ご苦労さん。それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。ハワイ、そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイ、やっとハワイ。誰です？お前の母親だよ。母親？はあ？アレカーの親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。え？そうだね。いや、でも改めて言っておくが、お前はアカネさんと親父の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。アカネさんって亡くなったんじゃないのかい？そのまま逃亡ができたんだっけ？若い頃の沢城城だね。親父の子、荒川雅人として育てられるはずだった人間だ。そうだよ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が。沢城もだいぶ丸くなったね。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親。荒川真澄、俺にとってはただ、だってそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ？じゃあその茜さんって人がお前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。そうだよ。俺は親さんからそう聞いてます。私もそう把握していた。確か氷川興産って組に追われて。ああ、アレカの親父はそう信じてる。ひっくり返るね、いろいろと。だが真相は違う。ああ、そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘をアレカの親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。なるほどね。組の後目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。偉いね。するとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。怖いね。ここまでは前におやすさんから聞いたのと同じ、氷川興産の組長がむちゃくちゃなクソだってやつだ。そしておやすさんは茜さんを守りきれず追っ手に捕まった彼女は殺された。文字送りが早いんだよ。読ませておくれ。親父は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてる。そうだよね。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。そんなに茜さん一人殺すためにそこまで。そうだよね。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。
徹底的に、まあメンツで立ってるようなものだからね、ヤクザっていうのは。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。荒川の親父っていうのもかっこいい男なんだよ。ちょっと情けないけどね。強いね。28箇所の刺し傷だぞ。このやられてもものともせず立っていられる弾力がすごいよね。痛みでひるんでしまうよね、普通は。それを根性だけで立っているのがかっこいいよ。殺しは優等生ではないけどね。どうしたんだい、お呼び腰で。まあそうだね、賢いね。前金かい。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ、もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに超えちまってんだよ。荒川、茜はどこにいる。もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小さい怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。なるほどね。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う。海にいる間中ずっと船員たちの慰み者にされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け。いい顔じゃねえか荒川。ここでビビって電話なんかかけない。お前のその顔が見たかったんだよ。ここでビビって電話したら極道なんかできないよ、組長なんかにはね。今頃あの女はどうしてるだ。どんな拷問にも耐えるだろうね。ところで歯並びがすごくいいね。全部インプラントとかかな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが
最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。そりゃそうだろうね。ヤクザの組長張るくらいだからそのくらいの胆力はあるさ。結局アカネさんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けどフィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分なりも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。そうだね。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え？見たことねえだろ。中華だから回転テーブルなのか。この人が茜さん。綺麗な人じゃないか。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。ハワイ生まれなの。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。クォーターってことかい。アカネさんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイでアカネさんらしき人を見たと。それは行幸ってことは、フィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、アカネさんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、アカネさんのこと。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで。そうだね。親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えきっと怖かったんだろう。真実を知るって怖いものね。それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。そうだね。なるほど、確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘、本人に間違いなかった。見つかったんだ。無事でいたってことですか。聞かなかったね。そうだな。その話を。平穏に暮らしてたけどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え？もし晴れて親父の元に戻れば、あかりさんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う。え、そりゃ変わらず愛すると思うけれど、実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り、俺や我が破滅することはねえ。じゃあまさか頭は茜さんのことを。黙っていたんだ。
そうだ。俺は茜さんを殺すつもりだった。ローディングがピョコピョコしていて可愛いね。さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。そりゃそうだろうね。だが重罪だよ。彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。そうだね。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。取らなかった理由があるんだろうね。茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だった。にゃーだね。でな、親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。苦しい話だね。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。そうなんだ。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。自分のためにね。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、愛知、茜さんが今になってお前に会いたいと言ってる。なんで今になって。茜さんが俺に。茜さんのハワイの住所がこいつに書いてある。茜さんからの手紙ですか。律儀に回すのかわいいな、沢城。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえ。まあそうっすね。じゃあここに40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。そりゃそうだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。そんなの。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。一番の気持ちも考えてよ。お前の気持ち次第だよ。そうだよな。どうだ、俺のためじゃねえ、あかねさんのために会いに行っちゃくれねえが。一番はどう思っているの。頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。確かに。わかりました。晴天の霹靂だね。
会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。できないくせに意気がっちゃって。でもハワイに行くんだね、一番。会ってどうするつもりなんだい。親子の絆ってそんなに大事なものかい？おう。無事に出てこられたみてえだな。あれ？もしかして待っててくれたのか？難波がずっと心配してよ。俺も帰りそびれちまった。よく言うぜ、そりゃこっちのセリフだ。それより沢城の頼みってのは何だったんだ？ああ、それがちょっと込み入った話になっちまったよ。そっか、じゃあサバイバーでも行くか。お、サバイバー行こうぜ。ああだな、そうするか。じゃあサバイバー、そうだね。タクシーで来たし、タクシーで帰ろうか。いいものサーチはしていこうね。この辺の敵のレベルが上がっていなかったら倒したんだけれど、倒せるか。やってみようか。ミンチにしてやがってきやれ。よし、やるぜ。食い逃げ男だって。食い逃げは優等生のやることじゃないね。やっぱり7レベルだね。向こうとはちょっとレベルが違う。強いね。まあ私もね、レベル上げをしているから対等に渡り合うことができたよ。じゃあサバイバーに行こうか。どちらまで行かれますか？サバイバー、サバイバー、サバイバー、サバイバー。出発いたします。よろしく頼むよ。タクシーになるとこの画面になるんだね。ローディング画面が。一番ちゃんの渋い横顔に。整った顔をしているよね。彫りが深くて。それもクォーターだからってことなのかな。サンマはな、高級魚だよ。私はサンマあんまり好きじゃないけれど。なんでちょいちょい空気清浄機くんはそうやってゴーって言うんだい。まったく、配信中だって言うのに。待ってくれ、ちょっと待ってくれ。サバイバー、ここのムービーは次回にしよう。サバイバーに入る前に止めておけばよかった。私はこういう時の爪がすごく甘いな。ごめんねみんな。じゃあこのムービーの続きはまた明日だね。楽しみに待っていてくれ。それじゃあまた見てね。最後まで見てくれてありがとう。またね。